チョコレートは、カカオの種子を発酵、焙煎したカカオマスを主原料とし、これに、砂糖、ココアバター、粉乳などを混ぜて練り固めた食品である。略して、チョコとも言う。ショコラと呼ばれることもある。近年の工業生産チョコレートでは、カカオマス、砂糖、ココアバター、粉乳といった、主要材料以外に、様々な添加物が配合されることも多い。 原料コスト削減や加工性を上げる目的で植物性の油脂などを加えたり加工コスト削減の目的で乳化剤などを加えたり風味の向上の目的で香料や甘味料などを加えたりするイギリス人が固形のチョコレートを考案するまではチョコレートといえば飲み物を意味した現に例えば米国では今でもホットチョコレートといえば日本でいうところの ホットココア飲料を意味する。日本国内では、ココア粉末を使用したものをココア、生チョコレートの水分を多くしたものを、チョコレートドリンクと称し分ける傾向があるが、これらチョコレート飲料の名称について、厳密な定義は、今のところない。語源について、辞典などで、ナワトル語のショコラトルが由来とされ、苦い水の意味とされるが、ナワトル語に、そのような語は存在しない。 一説に、スペイン人が、マヤ語の、チョコルト、アステカ語、アトルから作った新語という、チョコレートの歴史チョコレートの語源も参照。明治時代の毒話時点、シューチン毒話ンジリンによれば、シュックレートに、チョコレートという訳を当てている。カカオの実の中のカカオ豆焙煎前の、カカオ豆チョコレートの製造工程としては、まず原料である、カカオ豆の収穫から始まる。 収穫されたカカオ豆は豆を包むパルプとともに、バナナの葉でくるむか、木箱に入れて数日かけて発酵させ、その後天日で乾燥させた後工場へと運ばれる。工場のほとんどはカカオの産地である、熱帯地方ではなく、温帯や冷帯に位置するため、ここで船によって輸送されるのが一般的である。工場に運ばれたカカオは、まず磁石で鉄を除き、 風で埃を飛ばして、ふるいによって、石を取り除き選別される。選別されたカカオは砕かれ、ふるいによって、外皮と肺がを取り除かれる。こうしてできたものは、カカオニブと呼ばれる。カカオ豆をここで砕くのは、不揃いのカカオ豆を均一の大きさにし、後のロースト時に火がムラなく均一に通るようにするためである。カカオニブは、この後焙煎され、 火が通ることによって、酢酸が除かれてまろやかになると、同時にメーラード反応によって、香りや風味が現れてくる。この後、風味を良くするために、数種類のカカオニブをブレンドした後、マサイキによって、細かくすりつぶす。カカオ豆には55%の油脂分が、含まれているために、ここで、ペースト状となる。こうしてできたペーストが、カカオマスである。なお、 蒸気の賠償法は、ニブローストポーと呼ばれるもので、他に豆を直接焙煎する、ビーンズロースト法や、マサイを先に行ってできた液体を焙煎する、カカオリカー法といった方法もある。カカオマスにココアバター、砂糖、ミルクなどを混合し、チョコレートドゥを作るできた、カカオマスにココアバター、砂糖、ミルクなどを混合し、チョコレートドゥと呼ばれる、チョコレートの素を作る。 このドゥを5段のローラーにかけて数十マイクロメートル単位にまで細かく砕く。ここで非常に細かくすることでチョコレートの舌触りが滑らかなものとなる。しかし細かくしすぎるとかえって口どけが悪くなるため細かな調整が必要である。マサイが終わるとコンチェと呼ばれる撹拌機にて長時間かけて精錬する。精錬が終わると テンパリングと呼ばれる温度調整を行ってチョコレートを安定させ型に充填した後冷却して固め包装した後エイジングを行って完全に安定させた後チョコレートの完成となる類別名称として定められているチョコレートの種類に関してはチョコレートの規格を参照のことここでは一般的なチョコレートの風味による分類を記載する 未熟なものから熟したものまで、様々なカカオの実コーヒーと同様、チョコレートもカカオマスの種類、産地、焙煎により、苦味、酸味、コク、香りなどのバランスが異なる。価格、風味の面を考慮して、複数の産地のカカオマスをブレンドして、原料として用いることが一般的となっている。原料の混合率や、麻イ。 精錬の方法などは生産者独自のノウハウがあり、同じ原材料を使用しても、全く風味の異なるチョコレートに仕上がることがある。麻イ工程チョコレートは、製造時におおむね流径約10から30マイクロメートルに麻イされるが、この流径により完成したチョコレートの口溶けが変化する。流径が大きいほど口溶けが早いが、大きすぎると口内に粒状感を生じ、 ざらついた食感となる。流形が小さいほど滑らかな食感となるが、小さすぎると口溶けが悪くなり、もたつ期間を生ずる。また、流形に合わせて、固形分の表面積が変化するため、チョコレートに含有される油脂の量が同じでも、チョコレートの粘性や食感が異なるようになる。精錬工程チョコレートの精錬工程において、温度とチョコレートの硬さは、 製品の味を決める最も重要な条件である。精錬度の低いチョコレートは雑味が多く使用する原料によっては特有の周期を含んでいることがある。このため、チョコレートとして望まれている風味を最適な状態で味わえるように精錬を行う。しかし、精錬の度合いが高すぎるとチョコレートの風味が消し飛んでしまう。 テンパリング作る時の温度も風味に非常に影響する。チョコレートに含まれるカカオバターの結晶には I 型からシックス型までの6種類の型があり、溶け出す温度は摂氏17度摂氏34度の幅がある。同一の原材料であっても型によって食感は全く異なる。V 型が最も美味しいともされる。作る時の温度推移によって、 それぞれの結晶の方の割合、率が変化し、食感、商品としてのランクが変わることになる。ある段階では度、次に度、その次に度と、いくつかの時点で変化させることになり、各段階の温度の組み合わせの数は、非常に多くなる。温度設定、設計は品質に関わる重要なノウハウであり、大手製造者などでは、企業秘密として扱っていることが多い。 良いチョコレート作りを伝授する場面ではこれも伝える必要があるということになる。カナダのチームは V 型に誘導できる最適なココアバターの添加物は、飽和ホスファチジルコリンとホスファチジルエタノールアミンであることが分かった。これらをココアバターの0.1%程度の割合で加え20度まで急冷すると V 型の生成が加速、安定する。 市販のチョコレートで実験すると、最適な微細構造と光沢を放つ、表面、適度な、硬さを持つチョコレートができた。2021年9月1日、イギリスの科学雑誌、ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。板チョコと溶けたチョコレート固形チョコレートは油分に、粉乳や砂糖などの粉末が分散している、状態であり、水に不要である。 固形チョコレートを水分と乳化させたものはガナッシュ、生チョコレートと呼ばれる。固形チョコレートは一般的に熱に弱く溶けやすい。過度に冷却したもの、誘拐、再結晶化したもの、長期間保存したものなどには白い色がつくことがある。この白い部分をブルームといい、このような現象をブルーミング現象という。ブルームが生じたものを食べても問題はないが、 風味や味は落ちる。ファットブルームは、チョコレートの油脂成分の内有点の低い部分が、誘拐して表面に浮き出し、再結晶化したものである。シュガーブルームは、冷却時などに、チョコレートの表面に水分が付着した際、チョコレートの、砂糖が、水分に溶解し、その水分が蒸発した時に砂糖が積出したもので、ある。保存は、摂氏15度摂氏17度。 湿度50%以下が好ましく、香りを吸収するのを防ぐために、他の食べ物から遠ざけたりラップに包むなどする。カカオ分50%以上のダークチョコレートの健康へのプラスの効果を一貫して示している、何十年にもわたる研究を考えると、定期的な摂取を推奨できる。ダークチョコレートを定期的に食べる人は、糖尿病、心臓病、 脳卒中を発症するリスクが低いことが分かった。2000人を超える参加者を対象とした研究では、チョコレートを多く食べると、感情動脈プラークが少なくなった。その他、視覚を改善し、内臓の損傷を癒し、筋肉をリラックスさせ、血流を改善することにより、血管に特にプラスの効果をもたらす。ココアフラバノールはまた、血糖代謝を改善し、 糖尿病を発症するリスクを減らし、糖尿病患者の心臓や血管の病気のリスクを減らす。質量あたりの熱量が大きく傾向が容易である。ことから、固形チョコレートは、軍隊のレーションに同封されたり、登山などの際の非常食として携帯されたりする。カロリーの面だけでなく、非常の際に、甘みやテオブロミンが、心身の安らぎをもたらすという意味合いも大きい。 テオブロミンの含有量は、カカオ分99%のチョコレート 100g あたり 1100mg。2000年代以降、チョコレートに多く含まれる、ポリフェノールの一種である、カカオポリフェノールが健康への効果が高いとして、しばしば検伝されるようになっている。2017年1月に、内閣府のプロジェクトチームが、明治と共同で、 革新的研究開発推進プログラムを利用した研究結果としてチョコレートを食べると脳が若返る可能性があると発表したが外部から裏付けが不十分だと指摘され翌2018年3月に内閣府は追加試験を実施すべきで発表には慎重さが必要だったとの検証結果を発表したチョコレートを食べるとニキビができるという迷信があり 経験的にニキビができやすいとするものも多いが、科学的には関連性ありとする研究と否定する研究がある。脂肪分を40%と多く含むこと、カフェインチラミンなどを含む刺激物であるからということに由来するア易ナ発想である可能性がある。一方で、チラミンにより血管の収縮が起こり、効果が切れると急激に血管が拡張するため、 食べすぎると鼻の粘膜が腫れて鼻血が出るという話が存在する。同様のメカニズムで収縮の後の急激な脳血管の拡張により変頭痛が起こることがある。また、テオブロミンと一位生態の関係にあるテオフィリンを主成分とした医療用薬品の添付文書には副作用として微出血と記載されている。ただし、チョコレートアレルギーによる鼻血はあり得る。 カフェインの含有量は、カカオ分99%のチョコレート 100g あたり 120mg。チョコレートに加えられることが多い食品には、食物アレルギーの表示義務があるミルクやピーナッツがあり、これらが原因になっている、可能性が考えられる。日本ではカカオには、アレルギー表示の義務も推奨もない。チョコレートに含まれるテオブロミンは、犬や猫などの動物に、王と、 下痢発熱、発作などをもたらすため保管に注意を要する。チョコレートを飲むミシュテカの大立ちチョコレートは18世紀には、貴族の間のおしゃれな飲み物となっていた。朝のチョコレートベネツィアの画家ピエトロロンギの絵画。1775年1780年紀元前2000年頃から、主に中央アメリカにおいて、カカオの栽培が始められ、 アメリカ先住民族の間で嗜好品や薬用として珍重され、マヤ族、後にはアステカ族も貨幣として使用した。飲み方はコーンミールや唐辛子を入れることが普通であった。カカオは1492年にクリストファー・コロンブスによってヨーロッパへと紹介され、やがてアステカ帝国などの中央アメリカ小王国を滅ぼして、この地方を支配した。 スペイン人にも好まれるようになった。そして彼らを通じ、徐々にヨーロッパ大陸にも浸透していった。この過程で、スペイン人はチョコレートの苦味を打ち消すために、唐辛子の代わりに砂糖を入れるようになり、このやり方が他のヨーロッパの国々に伝わる際も引き継がれた。当初、チョコレートは薬として扱われたが、砂糖を入れることによって徐々に嗜好品へと姿を、 変えていった。17世紀中頃にはイギリスに到達し、その頃流星したコーヒーハウスにおいても盛んに供された。この時期にはチョコレートはヨーロッパの王侯貴族や富裕層にとって贅沢な飲み物として受け入れられていた。19世紀に入るまではチョコレートは飲み物であったが、19世紀に技術革新が次々と起こって、 現在のチョコレートの形が成立した。まず、1828年には、オランダのコンラッド・ヨハネス・バン・ホテンが、ココアパウダーとココアバターを分離する製法を確立し、さらにカカオにアルカリ処理を行うことで苦味を和らげる方法も、考案した。1847年に、イギリスのジョセフ・フライが、固形チョコレートを、発明し、1875年には、 スイスの薬剤師であるアンリ・ネスレとショコラティエのダニエル・ペーターがミルクチョコレートを開発した。さらに1879年にはスイスのロドルフ・リンツによりコンチェが発明されザラザラしていた固形チョコレートが滑らかな口当たりのものへと変化した。蒸気の発明はチョコレートの四大技術革命とも呼ばれこれらの発明によって固形チョコレートはココアに変わって カカオの利用法のメインとなっていった。こうした発明によって19世紀後半には、チョコレートは、家族的な小企業や職人による生産から、大企業による工場での大量生産へと移行していった。スイスのネスレ社、リンツ社、カイエ社やイギリスのキャドバリー社、ローントリー社、アメリカのハーシー社などの大チョコレート企業が誕生し、安定して大量生産された。 企画品チョコレートの供給により、チョコレートの価格は、下がり、一般市民が気軽に楽しめる菓子となっていった。一方で、ベルギーやフランスなどを中心に、ショコラティエによる、高級チョコレート店も多数存在している。大チョコレート企業は1960年代以降、買収を繰り返しながら、巨大化していく一方、高級チョコレート店の職人によるチョコレートにも、 大きな需要があり、この二つが日常一般市民の食している、チョコレート生産のほとんどを占めている。日本にチョコレートが伝わったのは江戸時代である。完成9年3月開日に長崎の寄合町の山和寺という遊女がオランダ人からもらった贈り物の記録中に、ショクラート6つという記載がある。これが日本国内でチョコレートのことを記した。 最初の資料とされる。他にも、京都の蘭学者の広川が、長崎に6年ほど留学した時のことをまとめた、長崎聞き見録では、ショクラ島の記録がある。ショクラ島は、公毛人の持ち渡る人薬と記されており、溶かして飲む薬として扱われていたようである。ただ、 幕府が正式にチョコレートを輸入したという記録はなく、一部、オランダ人が私的に出島に持ち込み、彼らと付き合いのあった人々だけが、チョコレートを知っていたようである。日本が、本格的に、チョコレートのことを知ったのは、幕末の頃である。1858年に、ヨーロッパへ派遣された、文久剣王施設が、チョコレートの工場を見学している。他、 幕府の命により、フランスに留学していた、徳川秋武は、慶応四年八月三日、朝八時、ココアを飲んだ後、海軍交渉を訪ねると日記に記しており、これが記録に残る限り、日本人が初めてココアを飲んだ資料である。また、記録は残っていないが、1613年、慶長慶応施設がヨーロッパに赴いた時期は、チョコレートを飲む習慣が、 ヨーロッパの上流階層に広がっていた時期と重なるため、これに参加していた、長谷倉ラ・永たちが、初めてチョコレートを口にした、日本人ではないかという説もある。2009年に最もチョコレートを多く生産した国は、アメリカ合衆国で、1569,490トンに上る。ついで、ドイツが多く、1214,490トンを生産している。 以下イギリス、ブラジル、フランス、イタリア、日本、ポーランドと続く。日本は年間233,880トンを生産し、世界7位である。2010年のチョコレート消費量は、ドイツが最も多く年間で1人当たり1 1 6キログラムを消費しており、以下スイス、イギリス、ノルウェー、デンマークと続く。日本は、 年間2 1ラムで世界16位以下。日本では1971年3月、不当景品類及び不当表示防止法第10条第1項の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けたチョコレート類の表示に関する公正競争規約によって規格が定められている。カカオ分はカカオ脂肪分と 皮脂肪カカオ分を合計したものである。カカオ脂肪分は、文字通りカカオの脂肪分のみを示し、カカオマス特有の褐色や風味、ポリフェノール、テオブロミン、カフェインなどカカオの主たる、薬効成分は皮脂肪カカオ分に含有される。原料となるカカオマス自体は苦く、日本では砂糖で甘みをつけたものが普通であったが、カカオに含まれるポリフェノールが注目されるようになり、 2000年代に入って、リンツチ,チョコレートのエクセレンス、明治製菓のチョコレート効果などカカオ比率の高い商品が各種発売されるようになった。しかしその味は当然ながら、カカオマスココアそのものの苦味が非常にきつく、従来のチョコレートのような甘い風味は期待できない。特にカカオ99%を使ったチョコの包装紙には、正しがきがつくほどである。 なお、ホワイトチョコレートにはほとんどポリフェノールは含まれていない。ため、健康のためチョコレートを取るのであればできるだけ、非脂肪カカオ分が高いものにした方が良い。カカオ分の表記のない製品でも、下記に示された種類別名称からある程度判別できる。順、チョコレートとなっているものは、カカオ分がかなり低くなっている。特に生産性や耐久性、 原料価格などの理由により、カシのチョコレートは、多くが、純チョコレート規格である。ただし、純チョコレート規格の中には、カカオ脂肪分は少ないが、ココアを使っているため、非脂肪カカオ分は多いものもある。蒸気、ミルクチョコレート、純、ミルクチョコレートの種類別名称は、それぞれ、チョコレート、純、チョコレートとして扱われる。チョコレートショップ、 ベルリンのカーデーベイ百貨店、チョコレートファウンテンスプレーチョコを散りばめたスイーツ。チョコレートは、製造法や形状によっていくつかの種類に分かれる。また、そのまま食べるだけではなく、チョコレートケーキなどの成果材料としても重要である。中でもショコラティエが、最後の仕上げに使うチョコレートは、クーベルチュールチョコレートと呼ばれ、海外では厳格な規定がある。 小鍋で溶かしたチョコレートを果物などに絡めて食べる、チョコレートフォンデュや、溶けたチョコレートが噴水状に循環する、チョコレートファウンテンといった使用法もある。バレンタインデーにチョコレートを贈る風習は、1868年、イギリスのチョコレート会社キャドバリー社の2代目社長である、リチャード・キャドバリーが美しい絵のついた、贈答用のチョコレートボックスを発売したことを由来と、する。 このボックスはバレンタインデーの贈り物として使われるようになり他社も追従して次第に広がっていったしかしヨーロッパやアメリカのバレンタインデーは日本とは違い必ずしもチョコレートを贈るものではないこれに対し日本では諸説あるものの1958年頃に始まったとされ1970年代には女性から男性にチョコレートを贈る日として バレンタインデーが定着した。バレンタインデーにチョコレートを送るようになったことをきっかけにして、日本チョコレートココア協会が2月14日をチョコレートの日として制定し、1970年代に定着した。また、1875年には、キャドバリー社はチョコレートでできたイースターエッグを発売し、これも定着して、 チョコイースターエッグはイースターには欠かせないものとなった。2016年より受験者のチョコレートについての知識を図る検定試験であるチョコレート検定が株式会社明治より実施されている。チョコレートの製造方法及び歴史、原料であるカカオの生態など幅広い領域から出題される。食品分類料理飲料加工品その他。ありがとうございます。